写真拡大。巨人は10日、来季に向けて支配下13選手の背番号変更を発表した。昨季に続いての大シャッフル。投手では守護神を務めたデラロサが97から12に、高卒1年目で1軍マウンドを経験した戸郷が68から13、ドラフト1位の高橋は12から球団期待の左腕が背負う26となった。野手では46だった大城が高橋由伸氏などが背負った24に、増田大が63から0、若林が60から37に昇格。吉川久志が心機一転で0から29に変更となった。支配下選手。うちは今季の背番号。投手。デラロサ1297、戸郷翔征1368、高橋優貴2612、萩谷陽平3032、古川優里4067、桑原拓也4629、202無垢進む。支配下選手30、投手ビエラ49、外野手パーラ88、育成選手投手田中豊樹018、D プラン024、内野手八百板拓丸009、外野手ウレーニャ026。